ってきて、気がついたら私とカナタは演劇大会の主役になっちゃった。それどころかユウくんまで主役だなんて、一体どうなるんだろう。元気でね、パパ、ママ。じゃあな、おやじ。イコちゃんモード終わり。女と二人暮らしなんてめんどくせえんだよ。こんな家今すぐ出てくわよ。ちょっと待て、こんな夜中に出てったら危ねえだろ。私のこと心配してくれているの？お前に何かあったらあんたの両親に申し訳が立たねえからな。なんかあったな、こんな場面。なんだっけ、この後。はい、セリフ足しました。私だって本当はお前に。え？なんだよこの本当はお前にここにいてほしいってのは。何よこれ、私だって田中と一緒にいたいのに過去泣きってのは。西園寺くん演じる田中と美羽ちゃん演じるユミの正直な気持ちでしょ。いける、これはいける。それってなんか元のお話があるの？うん、ないよ。バレてんのか。何がバレてんの？いやじゃあさ、あやちゃん、なんでこんなお話になったわけ？本当に元になった話はないんだよな。おなじみのかぐや姫をベースに、現代風トレンディーで都会的な雰囲気をそこかしこに散りばめつつも、面白くてやがて悲しきぬぼーっとしたお芝居にしてみました。ルー君演じる月のお姫様のルーナ姫と、それを育てる中学生のカップルのお話。だとつまり分かりやすくもルーナ姫素敵素敵すぎるわルーナ姫現代版ってところが素敵じゃない。サイオンジ君はおじいさんより今のままの方がいいもんね。おじいさんでもサイオンジ君ならきっと素敵だろうけど、どんな役でも OK よね。なんだかよくわからん。で、これラストシーンが適当にごまかされてる。先生が成長したお姫様やってもいいわよ。私は学生時代は演劇の道を志したりしてたから。その役はクリスちゃんにやってもらいます。あらあら残念。じゃ、余った役があったらいつでも声かけてね。その時はよろしく。この芝居どうなる。あやちゃん、カナタと私でカップル役やったりして、クリスちゃんは大丈夫なの？その辺もバッチリ。クリスちゃんには西園寺くんとの絡みのシーンの練習に熱中してもらっているから、そのことで頭がいっぱいのはずだよ。恥ずかしい。抜かりはないから安心して。っていうかだな、それぞれの親がいなくなって二人きりで生活ってのは。いい、その設定いい。そこがこのオリジナルで一番苦心したところなの。少女漫画にでもしちゃいたいくらい見事な設定だと思うのよね。とりあえず真実を知っててこうしたんじゃなさそうだな。でもどうするの、ルー君も一緒だなんて。ルー君のことが気になってお芝居どころじゃないよ。うん、なんか方法を考えないとな。何二人でこそこそもそもそ話してるのかな、気になるな。あのね、あやちゃん、今更なんだけど、この役誰かに代わってもらうってのどう？ルー君をお芝居に出すのって心配だし。三日三晩寝ないで考えた設定なのに。月刊少女漫画誌で大人気連載できそうなネタなのに。甘い。まだまだそんなもんじゃ月刊少女漫画誌で大人気にはほど遠いわね。もう一つ美味しいネタを仕込んでおかないと。そう、赤ちゃんにお月の動物とか入れて。みかん先生、いつの間に泣き出したんですか。ダメでしょ、遊びに出るのは原稿あげてからにしてください。そうか、そうだよ。りゅうくんの出演交渉はみゆちゃんのママにもしておかないとまずいのね。じゃあ早速電話で。ナソは何番だっけ。いやいや、ママには連絡しなくても大丈夫大丈夫。じゃあ出演 OK ね。よかった、これで素晴らしい劇ができるよね。ありがとうみゆちゃん、ありがとう。丸め込まれたな。ルーちゃまが演劇、意気
がかり上そうなっちゃったのよ。そういうことはスターペットの私をまず通していただかないと。アーニャ、どっか行っちゃってたじゃない。いやいや、それは俺たちも断ろうとはしたんだけどさ、演劇に関しては小西はしつこいからな。俺去年も無理やりやらされたし、とりあえずルーの正体がバレないように見張るしかない。ルー君、今日はご飯なの。ふむふむ、だったら私も行きます。ルーちゃまのスターペットとしておそばで見守る義務が。さては家事してるのが退屈なんでしょう。いよいよ明日からルーちゃまの出るシーンのお稽古です。あーい、さてさて、私任してる。やっぱり自分も参加したいんだ。さあ2年1組の皆さん、演劇大会まで約1週間頑張りましょう。ってことで大道具の人準備お願いします。おー、ルー君が空を飛ぶシーンのために体育館のトランポリンとマットを使いますから、よろしく。うわー、トランポリンならここにあります。ありがとう。よーいいわね、みゆちゃん、やる気ムンムンね。かわいいトランポリン。なんだかこの顔、みゆちゃん家で見たロボットペットに似てますわ。ドキリ。このキャラクターシリーズで出てるのかしら。そうかも。あ、いけない、私個人練習の途中でしたわ。じゃあまた後でね。はい、練習を始めましょう。イエーイ。疲れてる。ではまずトランポリンのシーンからいくんで、トランポリン弾みとチェック。まず俺様。お、私もダメにチェック。同時2人乗り。ねえ、このトランポリン変な音しない？気のせいかな、生暖かいような気もするし。気のせいだよ、すんごく気のせい。そう、いつかバレるんじゃないか。まだ学生で自分のことだってちゃんとできなかったけど、だけどこいつは二人でちゃんと育てような、ユミ。この子の両親がなんたらかんたら。あ、そうだ、私たちがこの子の両親になるんだもんね。でいいんだ。こいつの名前考えてやらないとな。この子が来たのは月の綺麗な夜だったから、ルーナってのでどう？ああ、この子が来た月は夜綺麗、夜、あ、ダメだ。ここで鳥のレコードスタート。あー、鳥のレコードに傷が。ああ、ごめんなさい。まあいいよ、このレコードはうちにあと10枚あるからさ。今日の練習はこれまで。ごめんよ、みんな私が悪いのさ。疲れちゃった、みゆちゃん。あ、いや、大丈夫。明日も放課後に続きをやるから、サヨンジ君とお家でセリフ合わせしてきてね。うん。なんだか元気ないな。あれ、ルー君とワンニャーは？先に帰ってるって言ってたの？あ、そっか。お前さ、
注意力散漫なんじゃないか。練習中は集中しろよ。みんなに迷惑がかかるんだからな。カナタは何でもできるもんね。お芝居だって簡単だよね。私なんて全然お芝居やったことないし、ルー君のことも気になるし、ダメだよ私なんか。ダメだよ。明日もトラリンポンとやらに変身しないとならないんですね。わにゃー。はあ、自分がダメなのにカナタに八つ当たりしちゃった。確かにカナタの言うことは当たってはいるんだけどね。言い方まずった。はーい、今日もまた練習を始めましょう。浮かれてる。トランポリンもオッケーね。オリアンおやび。なんか顔の位置が昨日とずれてない？わっきゅん。月の魔法で田中とユミと同い年に変身するルーナ姫のシーン。練習いくよ。なんかやりにくい。あ、みゆちゃん、ちょっとお休みね。でもこの後すぐよろしくね。あー、はいはい、頑張るよ。いよいよ私演じるルーナ姫がカナタ君演じる田中の腕の中で目覚めるシーンの練習をするのね。あ、そんな、ダメダメ、そんな大胆なことできないわ。じゃあクリスちゃん、思いっきりサイオンジ君に抱きついてね。ダメ、遠慮なんてしないでね。はい、サイオンジ君スタート。ルーナ、ダウン。ここで月の魔法がかかる。おーい、ブヤーン。ルーナ、月です、魔法です。今よクリスちゃん、思い切ってきて。ルーナ、急にこんなに大きくなって。花子町さん、しっかりして。はい、戻れ。あ、私できない。花子町さんが出て行ってしまったので、先生がルーナ姫の役をやります。大丈夫、セリフは完璧。先生全力で頑張るわ。私やりますわ。あら、そう、やるの。じゃあよろしくね。先生応援するわ。お任せくださいですわ。お待たせ、みゆちゃん、ルーナ姫をめぐって大冒険、行くわよ。その子を渡してもらおうか。ちょうだい、こっちちょうだい。なんだお前ら。ダメ、この子は渡せない。この子ちょうだい。挟まれた。な、ルー君、こいつをどうするつもりだ。月の子供とは珍しいので相棒しちゃおうかなとか思っちゃってます。くださいな。この子は絶対に渡さない。いいよ、アドリブ。まるでルーナがふわりと浮いたかのように見せるミュウちゃんの闘志と、それをつないで一人闘志をあげるサイオンジ君。やっぱりルー君の扱いに慣れている二人だからできる技よね。うわー、すごい、今回のキャスティングは見事大当たりだよね。違うよ、あやちゃん、本当にアドリブで良かったのはカナタの方で、私はただオロオロしてただけだよ。あー、こんなんで本番大丈夫なのかな。よし、ちょっと台本直すから休憩。ワルワル感もいいよね。サイオンジ君と一緒だもんね。顔が出ないから大胆になれるよね。おう、月の魔法役も俺は気に入ってるぞ。おい、なんか考え事か？あっちで休んでる。ん？成長したルーナ姫は月の魔法による幻だった。
やっぱりルークはもっと舞台にバンバン出していかないとね。なんて言ったって赤ちゃんが出てるだけで審査員のポイントアップだもんね。ワルワル団の追跡を逃れるためにみんなで一人旅練習を行いました。ルー君が出てるお芝居を書いてるのはあなたでしょ。ルー君の恋人役は私に任せてちょうだい。おお、なんと可愛らしい赤ちゃんなんでしょう。何時の名は何と申される。オッケーね。そんな役はないわよ。ないの？ない。なんだ、ルー君の恋人役はないのね。ふーん、私帰るわ。ところが月へは帰れなかった。めでたしめでたし。ふう、みゆ、晴れ、ななみちゃん、練習疲れた？お芝居なんて初めてだからね。疲れるよね。ほんとだよ、できるのかね、私に。え？できるよ。そうかな、やればやるほど自信なくなってくよ。ふう、なんか憂鬱だな。みゆ、失敗したらどうしようって思ってる？え？そりゃ思ってるよ。失敗したらみんなだって困るでしょ？大丈夫だよ。失敗したらうまくごまかせばいいんだから。たとえみゆじゃなくても誰がやっても失敗はつきものなんだから。失敗したからどうしようって考えればいいじゃん。なるほどね。失敗から生まれた成功ってのも山ほどあるわけだし、大きな失敗だったらみんなでごまかせばいいし、小さな失敗だったらミユが何とかしなさい。それでいいでしょ。うん、楽になった。開き直って楽しくね。ミユちゃん、ラストシーンの練習行くよ。はーい。おや、トランポリン片付けちゃダメじゃない。まだ使うのに。あー、ここまで逃げてきたのに見つかってしまいました。これからが一番使うのにね。さーて、新たな展開となったルーナ姫、どうなっちゃうのかね。アヤが台本書いたんでしょ。ラスト、ルーナ姫をめぐって大冒険スタート。行ってみよう。失敗したって練習だからやり直せるし、その失敗から気づいたことを本番で生かすこともできる。そんなの当たり前のことなのに、格好ばっかり気にして私全然気づかなかった。やっぱり気楽に楽しくやんないとね。そうしてるうちに演劇大会の日になりました。ただいまより校内演劇大会2年生の部の上演を開始いたします。最初は2年1組の皆さんによるオリジナル劇ルーナ姫です。元気でね、パパ、ママ。じゃあな、親父。ぐっ、早すぎ。いい子ちゃんモード終わり。ん？何？なんか私に言いたいことあるんでしょ。女と二人暮らしなんてめんどくせえんだよ。ふん、こんなうち今すぐ出てくわよ。は、二人ともいい調子よ。いけるいける。ルー君の準備よろしく。なんだこの竹。うっ、きゃあ、なんかなかったっけ？ないでしょ。何かあっても漫画描いてくれないと困りますよ。うん、まあいいや。スラスラスラスイスイスイ。私、月の魔法が呪文を唱えます。ビビるなビビるな、ブリブリプップップー。あれば、おじいさん、ルーナが急に。おじいさんじゃねえだろ。月の子供は私たちがもらうよ。ちょうだいな。ワルワル団だわ。ルーナは渡さない。行くぞ、ルーナ。アリスちゃん、ルーナ、よく聞いて。お芝居の間だけでいいから、カナダのことを人間だと思わないようにするといいわ。え、そんな。クリスちゃんの隣にいるのは、西園寺カナタじゃなくて、カボチャだと思うようにして。え、なんでカナタくんがカボチャですの？まずい。はい、いい子ね。クリスちゃんの隣には、最初からカボチャしかいないと思ってね。今だけでいいから。なんかそんな気になってきましたわ。じゃあそーっと隣見て。カボチャ？あら、素敵なカボチャさん。用意してきたのか。何してるんだルーナ、早く逃げるぞ。
月の魔法です。待て待て、逃がさるぞ。待て、早く早く。ちょっと待て、ルーナが2人いるぞ。あ、本当だ。月の魔法です。すみません、何だかわからなくなりました。いいのかそれで。いいし、さあいよいよクライマックス、月の女王のお出迎えよ。ジュリー、あ、そういえば月の女王は誰がやるんだっけ。それは私です。あとカツラかぶれば OK だよ。ほいほい、いいね。はい、お待たせ。よし、行ってみよう。あー、とうとう追い詰められた。私が月に帰ればパパもママも悪い人に追われなくて済むんだわ。ルーナ、飛びなさい。ユミ、田中、よくぞルーナを育ててくださいました。どうか一緒に月の世界に来てください。月へ。うん、やる。そうだ、誰から飛ぶんだったっけ。決めてなかったんじゃないかしら。花子町からじゃねえか。私からですよ。恐ろしいですわ。一緒に行く。どうしましょう。やあ、ダメ、ルーク。あっ、ユウ。いくらなんでも皆さん同時は無理ですよ。ルーク、今よ、トネイは。やあ、思い切っちゃれ、ルこの前は悪かった。お前よくやったよ。うん、私にはお芝居の筋は分かりませんでしたけど、何やら賞をいただいたようで、ルーちゃまもご機嫌でした。だけど私はひどい目に遭っていただけのような気がします。有名なももかちゃんがルー君にデートのお誘い。家族が認めた正式なお付き合いには保護者が一緒じゃないとな。そんなこと言うからももかちゃんも保護者を呼んできちゃったよ。男らしいよ。別に誰が来ても驚きはしないよ。次回のダーダーダーはいとこ同士公園デート。私たちはどっちが保護者として行くの。お前だろ。